どうも、あいちです。冬休みに入った方がね、多いと思います。で、冬休みとか、まあ、夏休みとかもそうなんですけど、長期休暇に入った時って時間に余裕ができるんで、気持ちに余裕ができやすいんですよ。で、今回は受験生だけではなくって、または1年生2年生もそうなんですけど、そういう余裕ができてきた時って割と勉強のやる気が出やすいんですよね。まあ余裕があるから後でやればいいかともなるんですけど、なんか起きた時にやべ、今日勉強頑張れそうみたいな時があったりするんですね。で、そうなった時にぜひこれをやってほしいっていう話をしていきます。で、何かっていうと、すぐに15分でいいんで勉強を始めてください。よくやる気になってる時ってもうね、何でもできる気がするから、やべ、何やろっかなって勉強計画を立てようとするんですよ。で、いろいろ考えるんですよ。数学ここまでやって、英語の単語30個やるか、理科のワークみたいな。で、計画を立てるって思った以上にエネルギーを使います。で、もう一個問題なのは、人のやる気ってものすごい腐りやすいんですよ。そのやる気がね、やるぞって思ったのに1時間とか経ったらすげえ半分ぐらい減るんだよね。で、もっと時間経つとどんどん減って、あれ、さっきのやる気どうしたのみたいなぐらいになくなってしまう。で、その最初に勉強計画のところに使ってしまうと、勉強計画を立てることで満足しちゃうんですよね。で、そうなると非常にもったいないです。何もやってないんで、自分の身になってないんですよ。だから、もうやるぞって思ったら、何やろうとかじゃなくて、もうパッて思いついたもの。それが有意義か有意義じゃないかもいいの。15分で終わるから、どうせ。でも目の前にじゃ数学の問題これ15分やるかとか、英単語15分覚えるかとか、何でもいいです。その15分ひとまずも勉強机に座って勉強してください。で、できれば15分ぐらいで終わる量が決める。数学だったらまあ2問か3問かな、分かんないよ、そのワークによるけどさ、問題数ここまでって決めて、ここまで15分で絶対に終わすからっていうのをまずやってから、で、終わるじゃん。で、達成するじゃん。よし、やったーってなってから、何勉強計画立てしようかなって勉強計画を立てるようにしてください。これを逆にしてしまうと、さっき話したみたいにやる気がなってこれを腐らせちゃうんですよね。これ非常にもったいないので、まずやる気になった時は即行動です。まず行動して、ある一種、まあ、15分って今言ったけど30分とかでもいいですよ。でも1時間とかは、普段から2、3時間勉強してる方は1時間とかでもいいんですけど、普段そんなにやってない方はまず15分、まあ、多くても30分ぐらいで1回一区切りして、目標達成して、おっしゃできたぜって、1個のね、まあ、達成感っていうか自分の自信にもなるんで、そこで、じゃあそこを終わった上で計画を立ててっていう感じで、うまく冬休み使ってもらえたらと思いますので、ぜひ試してみてください。